2007年自由民主党総裁選挙は、2007年9月12日に、辞意を表明した第21代総裁、安倍晋三の公認を選ぶべく、同年9月23日に行われた自由民主党総裁選挙である。この選挙で、福田康夫が第22代総裁に選出された。2007年7月29日に行われた第21回参議院。 議員通常選挙において自民党は歴史的大敗を喫し参議院第1党と参議院議長の座を民主党に譲った。自民党総裁の安倍晋三は即日首相の続投を表明し8月27日に内閣改造と党役員人事に着手した。安倍は9月10日に招集された第168回国会において所信表明演説を行い 重ねて首相続投への意欲を見せたが、その2日後の9月12日に突然の辞意表明を行った。当日は10日の初信表明演説を受けての代表質問が行われる予定であり、それを目前にしての辞意表明という前代未聞の事態となった。この事態に対して幹事長の麻生太郎ら党執行部は国会会期中であることや9月25日の首相の 国連総会出席を理由に9月14日、告示、9月19日投票とする選挙日程案を示した。予想外に早く、ポスト安倍をめぐって動き出した事態は、当初こそ、朝を有利と見られていたが、安倍の辞を事前に知っていたとされた問題や、選挙日程が拙速であるとの批判などが党内より、起こり、選挙日程も当初より4日延長した9月23日投票と、決定された。 国会議員による議員票387票と各都道府県連3票で配布された地方票141票の計528票で総裁を選出することになった。なお、安倍総裁の任期途中での辞任に伴う選挙であるため、新任者の任期は安倍の残任期間とされた。メディアなどでは様々な有力人物が取り沙汰され、 前回総裁選で立候補を辞退した、ぬかが福士郎が最も早く立候補の意思を表明した。また、小泉知事ドレンラは前総裁の小泉純一郎へ再登板を求めて、小泉総理の再登板を実現する有志の会を立ち上げるなどの運動を行ったが、小泉本人は出馬を完全に否定した。また、いわゆる麻生クーデター説が、 安倍の G 表明当日に放送された日本テレビニュースゼロでの報道小泉知事ドレンの一人である片山さつきの発言などでルフされ始めた。これは第一次安倍改造内閣組閣前のアジア諸国外遊中に安倍が人事権を争うと内閣官房長官の良さの香りに奪われ農林水産大臣 遠藤武彦の辞任問題やテロ特措法の延長問題などが安倍を無視して麻生与佐のライン主導で決定されていくことに安倍が絶望して陣を表明したとする説である。このクーデター説は選挙後に全くのデマであったことが明らかとなるが、このことは麻生有利の流れを決定的に転換することとなった。反麻生上の動きが党内にくすぶる中、9月13日には、 元官房長官の福田康夫が出馬の意向を示す。福田は小賀こと山崎拓、谷垣定一など政治姿勢の近しいとされる派閥の領収たちと次々と会談して支持を取り付けたほか、千島派でもぬかがが福田との会談後に自身の出馬断念と福田支持を表明した。また小泉も福田さんも小泉政権を支えてくれた人と、 福田支持の意向を持っており、小泉知事ドレンが多く所属する新しい風も福田支持を打ち出すことになった。こうして、麻生派を除く全派閥が福田支持を表明するという状況の中で総裁選はスタートした。最終的に総裁選候補は福田と麻生の二人の一騎打ちとなった。自民党総裁選の候補が二人による一騎打ちに、 なったのは1995年の総裁選以来となった。福田の圧倒的な優勢が伝えられる中、勝ち馬に乗っかって、大臣、党役員ポストを狙って、主流配りを目論む各派閥、議員の姿勢に対する不信感が世論で高まった。1年前の総裁選では安倍が、党内の圧倒的な支持を得て、総裁となったが、安倍を支持した議員は、 安倍内閣の総括や反省もしないままに、安倍とは思想心情が異なる福田への支持になだれ打ったことを批判するメディアも少なくなかった。また、現行のまま選挙活動で言論を述べていた福田と違い、麻生の場合は小泉純一郎を彷彿とさせる持論を展開したことも支持を増やす要因となった。総裁選当日には自民党本部前に戸井田徹が 自らのブログ上での呼びかけを行ったことなどで、集まった数百人の男女が、麻生ゴールをするなど、麻生人気の変人を見せた。また、若手の議員を中心に、一昔前の派閥団合の様相を見せた、総裁選に対する批判の声も聞かれた。小泉知事ドレンの一人である、杉村多蔵は、所属している、新しい風で、元幹事長の武部勤が、一致結束して、 福田支持を呼びかけたことを批判して、会合を途中退席、そのままグループを脱会、総裁選ではそうに票を入れた。伝統と創造の会議会長の稲田智美は、町村派所属国会議員でただ一人、派閥創始者、福田武雄の長男である、福田康夫ではなく、思想心情の近いオフを支持した。明日へただし、党の議員票、地方票の内訳は、 党からの正式な発表ではなく、各マスコミ取材によるものである。この結果について、また、毎日新聞の調べによると、党員投票の総得票では麻生がわずかながら、福田を上回った。麻生派以外の全派閥の支持を取り付けた、福田の圧勝が予想されていただけに、わずか16人という自派母体しか持たない麻生が200票近くを、 獲得したことは驚きをもって受け止められた。福田支持を決めた各派は、派閥の領収官では、福田支持で固まっていたものの、派閥のナンバーにクラスが、ほとんどが麻生支持に回り、ほとんどの派閥が、福田支持と麻生支持で二分してしまった結果である。福田の所属派閥である、町村派も、右派議員を中心に、麻生支持ないし白票へ回ったとされ、 派閥として、福田支援で固まったのは、谷垣派と二階派の二杯のみと目されている。ありがとうございます。